しくお願いいたします。それでは視聴者よりご挨拶いただきたいと思います。皆様こんばんは。本日はお忙しい中ご参加いただきましてありがとうございます。昨年の、最後の試合、全日本選手権で、おかげさまで優勝することができました。ありがとうございました。ありがとうございます。昨年ですね、再び JPBA に、テストを受けて復帰して、全然調子が悪くてですね、もうしばらくはこれ優勝できないなとかそういう感じで考えてたんですけど、最後の最後で、ちょっと気持ちをいろいろ切り替えたところ、いい方に働いてくれまして、もう二度とあんな経験できないだろうなっていう経験をさせていただきました。で、優勝することができました。皆様のに、日頃より支えていただいているおかげです。本当にありがとうございます。今年もですね、トーナメント、5月ぐらいまでちょっとあんまりないんですけれども、出れる試合は、上位の方に行けるように頑張りたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。今日は短い時間ですけれども、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは土屋プロに、センターより花束の贈呈でございます。プレゼンターは土屋プロを愛してやまない雨宮プロ、ご参加いただきましてありがとうございます。そして土屋プロおめでとうございます。まさか復帰1年目で勝っちゃいましたね。胸に輝いてる一発で金枠を取ってしまって3年シードでこっちからしたら本当に羨ましい限りです。僕もですね、負けないように頑張りたいなと思っておりますのでよろしくお願いします。皆さんもテレビ中継とかでね、 YouTube でもしかしたら3秒出るんじゃないかみたいな感じで応援していただいたと思うんですけど、これからもね、来年も全日本連覇できるのは彼女しかおりませんので、権利は1人しかいませんので、ぜひね、頑張っていただければと思います。今日は皆さんもう4ゲームですけど楽しんでください。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それではですね、土屋プロに何個か質問をいただいてますので、ご紹介させていただきます。まずこちら、天秤を狙うとき投げ方を変えますか。ちょっと技術的な質問ですけど。変えません。ボールを変える。はい。終了。終了。それ終了。終了。おお、シンプルでいいですよ。次、ですね、投球する際に気をつけていること。普段の時や決勝の時違いがあったらそれも知りたいですと、予選から決勝まで通して良かった点があったら教えてくださいっていうのが来てます。投球の際に気をつけてることを教えてくださいですね。そうですね、体が動かないようには心がけてます。体が動かない。投げれないですね。違う状態が、こう上下しちゃうとスパッととか狙ってるところに対して目線が変わってしまうので、何ですか、上下、そうですね、上下とか横とかなるべく体を動かさないように投げるなるほど感じです。ありがとうございます。下半身が大事ってことですね。さあ、最後の質問です。誰ですか、パークでスコアを打つにはどうすればいいですか。パーク、パークだそうです。パークって何ですかね。ちょっと支配人、先輩に聞いてもらっていいですか。パークで打つにはパークで練習するしかないと思うんですけど。そうですね、はい、ということでよろしいでしょうか。はい、はい、最近でもパークレーンさん伺うんですけど、黒い板が慣れなくて、黒いレーンが今黒になってるんですけど、あれがすごい全然慣れなくてちょっと苦労してます。ありがとうございます。ですね、ここで三島様よりサプライズ金一封の贈呈でございます。タツヤです。金一封は入ってません。ありがとうございます。おめでとうございます。ギュッと
だから去年優勝したので、来年の全日本選手権で謝辞を言わないといけないらしくて、ちょっと誰か考えてもらえないですかね。まさかのゴーストライター募集。あの、いいのあったらお願いします。それがちょっと苦手で嫌ですね。でもそっちに緊張してる。はい、そっちに緊張してます。わかりました。じゃあ全日本選手権メンバーは目標ということでよろしいでしょうか。はい、はい、皆さん応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それはですね、昼の部も行ったんですけども、土屋プロとは皆さんちょっと抽選して端っこなくなっちゃったんですけども、土屋プロ、これご準備を大丈夫ですか。では行きましょう。24番目土屋プロの第1弾をもちまして優勝記念大会競技4ゲームスタートをいたします。キャッチャー。お願いいたします。本日は最後までありがとうございました。